NSA って選手ファーストじゃないですね。 いやもうね、ちょっと一杯飲ませてください。すいません。最高ですね。はい、どうもジンです。はい、かなりですね喉を痛めております。ジンです。はい、まあなぜが喉が痛いかというと、まあね、ちょっとまあご存知の方も多いと思いますけど、先日ね、刺身というねイベントをですね、まあ、豊橋の、小島海岸で開催させていただきました。まあ僕ね、今回初のコンテストオーガナイズさせていただいたという形なんですけれども、まあオーガナイズって言ってもね、まあ MC やらさせてもらって、まあ運営の方に携わらせてもらったっていう形なんで、まあそこまでねこう大きなことをしたっていう感じは自分ではしないんですけれども、まあ今回イベント自体は、まあ県外からね、たくさんの選手が来ていただき、まあNSA とはまた違った趣旨の大会になりますので、まあ、その中でもねこう全国から、選手を募って、まあ、32人ね、マックスな状態で、まあ、大会を運営できたところに関しては、まあ、大成功といった感じかなと思います。まあ、自分自身ね、全て自分のやりたかったことが、できたっていうわけじゃないので、まあ、今回ね選手ではなくて運営側の方でね、まあやってみたんですけど、まあまあやっぱりまあね、僕こう NSA ではまあいつも選手側で運営に対してねこうすごくこう思うところがあるので、まあ今回ね僕がこう運営側で携わらせてもらう以上は、やっぱり自分が日頃思っていることをね、まあ、なるだけこう実現したいなと思って、まあ、今回やらさせてもらったんですけど、まあ、なかなかねやっぱりこう人がたくさんこう絡みますから、まあ、やれることやれないことっていうのがねやっぱりこう少なからず出てくるんですね。まあ、だからといって妥協はしたくなくてですね、自分がやれる部分では精一杯やらさせてもらったかなと思います。まあ、僕自身はコンテストが今回メインでね携わらせてもらったんで、まあコンテストに関しては自分のね思いをかなり乗せました。もちろんね、このフィッシュの大会っていう、まあね、こうニッチな部分になるので、まあ自分自身もねフィッシュに乗り出してまだ1年とかなので、今回はね佐藤栄新プロの方にねかなりこうアドバイスだったりとか提案をしていただいてね、自分の中でもまあ、こういうのもいいなっていうのもありつつ、まあもちろんねそのすごいこう会議はしましたんでね、それまでの方向性を決めるというコンテスト自体の方向性をどう決めていくかっていうね会議もして、で今回はねこう規定を設けて、まあフィッシュはみんな同じようなフィッシュに乗ってもらうっていうのがまあ規定です。はい、フィンのベースだったりとか、まあ、テール幅っていうのを、まあ、固定した状態で、まあ、サーファーみんな同じ条件でライディングをしましょうっていうのが、まあ、コンテストの基準になっているので、まあいわゆるフィッシュだったら何でもいいよっていうわけじゃなくてですね、まあ、そういったこうなんていうんですかね、こうすごくこうボードを限った状態でやったので、まあ面白い大会になったんじゃないかなと思います。まあ、プラスねジャッジの方にはですね事前に打ち合わせをして愛知のジャッジ委員会の方からジャッジを呼んでもらったんですけれども、普段ロングボードクラシックとかね、まあ、そういったジャッジをしている方なんで、まあ、かなりこちらの要望を聞いていただいて素晴らしいジャッジングをしていただきました。もう正直ジャッジに関してはびっくりしました。僕は本当に別に NSA のだからとか褒めてるわけじゃなくて、本当に、こっちの思いを汲んでくれたジャッジだったので、正直、プロも負けてます。まだプロコンにしてませんけど、プロも負けるような、
ね、ヒートで敗退していくような、ジャッジングだったんで、そこに関しては、僕が見て、そして、エイシンプロが見ても、まあ、ナイスジャッジングっていう感じでしたね。はい。だから僕ね、まあ、今回すごい思ったのが、選手ファーストっていうのをね、すごいこう、重点的に置きました。やっぱりね、大会っていうのは、選手ありきなんですよ。いくら運営がね、やりたいとか、いくら僕とか、じゃあ、エイシンさんがフィッシュの大会やりたいって言ったって、選手が集まらなきゃやられないんですね。なので、基本やっぱり選手ファーストだと僕は思ってます。はい。もちろんね、NSA に対してもそういうふうに思ってます。はい。で、その中でね、僕自身が今回、こう、選手ファーストっていうのを掲げた以上は、やっぱり選手にとってやりやすいとか、よりいいっていうものをね、取り入れようと思いました。はい。できるだけそれをやりたかったです。ライブヒートもね、考えたんです。もうライブでね、みんながスマホを使って、ヒートスコアがもう見えるっていう、ジャッジがもうスコア入力した段階でも反映されるっていうね、ライブヒートとかも入れようと思ったんですけど、まあ予算とかね、ちょっとその小島のかんか、あの海岸のその設備的なものもありまして、まあちょっと採用は見送らせていただきました。その代わりですね、まあ20分ヒートにしたりとか、まあ、マキシマム10。ね。で、まあ、フラッグは採用せずに、まあ、パネルにするとか、うん。あとは、あれですね。ヒートボードを作って、まあ、こう、選手たちがね、こう、自分が勝ち上がっていく姿が見えるように、ただの紙ペラじゃなくてね。うん。まあ、結局は、僕が言いたいのは、まあ、やっぱり選手が、気持ちよくなってほしいんですね。すごく。選手が選手であるために何が必要かっていう部分です。僕が普段思うのは、なんか選手は脇役というか、なんかすごい働かされてるって感じがするんですよ。NSA の大会とかね、他の大会出てたりすると。おもてなしされてないんですよ、選手が。そこがすごい引っかかってて。選手って、こう、迎え入れられて、送り出されるような存在だと思うんですよね。僕個人的に思うのは。まあ、それぐらい、こう、やっぱりこう、選手ってその日のためにフォーカスしてきてますし、その日一日をどう過ごそうかって、そこまで持ってきてるんですよね。今回はですね、まあ、刺身というイベントなので、こう結構ね、キッチンカーとか、まあ、フィッシュフライウエストとかもね、こう、合同でやったんですね。で、コンテスト自体も、もう素晴らしい波がブレイクしまして、まあ、レフトブレイクですね。まあ、今すごい地形がいいので、まあ、そこにね、6とか、5、6マニューバーぐらい入るような、波が来てました。で、まあ、選手たちのパフォーマンスもすごいこうヒートアップしてて、まあ、素晴らしい大会になったんですけれども、やっぱりこうね、さっきから言ってますけど、選手ファーストでありたいので、まあ、盛り上がりね、シーンとした、こう、ヒートの進行ではなくて、やっぱりこう、選手が注目されるとか、見られてるとか、やっぱギャラリーがいるっていうのは、なんだろうな、こう、選手の、潜在的なパワー120%を出せる場所になるんですよ。本当にその通りで、まあ言ったらこう、火事場の馬鹿力じゃないですけど、こう、ああいう状況ってすごいこう選手にとって、まあ、関係してくるんですよね。なのでまあ今回はヒートアップした選手にはインタビューしたりとかですね、まあ常に 2MC で、まあエイシンさんと僕でこう、MC したんですけども、まあ、それでね、やっぱりこう、ライディングの解説だったりとかをして、常にこう、ギャラリーが、意識できるようなね、シチュエーションも作らせてもらいました。まあ、そういった意味でも、まあ、今回は本当に自分がやりたかったことに少しでもね、近づけたのかなと思います。実際僕は満足してないですけど、来てもらった選手の方がね、
まあ、最高だったって言ってもらえるのが一番いいので、まあ、波も OK だし、天気も最高だったし、イベントも大盛り上がりだしで、まあ、良かったかなとは思います。はい。まあ、個人的にはね、いろいろ反省点というか、まあ、反省点はもちろんありますし、改善点だったりとか、まあ、次やってみたいこととかね、まあ、さらに出てきてるんで、まあ、今回こういうね、大きな、まあ、コンテスト、まあ、ショップコンテストとかね、やったことありますけど、まあ、こういった県外からね、知らない選手を誘致するっていうところにまで、ちょっと大会をね、やってみたので、何か自分の思うきっかけになるかなと思いました。で、やっぱり、まあ、ここからはちょっとね、またいつもの 毒舌トークになっちゃうんですけど、まあ、やっぱり、NSA って選手ファーストじゃないですね。はい。これははっきり言っておきます。選手のことは二の次です。はい。これは間違いないですね。まあ、自分がやってみて思いました。やれることって、運営側サイドってやれることたくさんあります。で、ジャッジ側も、実際、ジャッジって、運営と選手の狭間にいる役割の人たちなんだなっていうのも少しこう確認再確認できました。まあ、ジャッジはね、ジャッジでこうすごくこう大変な仕事だなと思うんです。皆さんね、一日中人のサーフィン見て点数つけれますか？ できますか？僕はできません。はい。あれはね、そういうマニアです。 そういうね、マニアの人しかできないんですよ。僕らが海の中8時間ね、サーフィンしたい、サーフィン波を過ぎて8時間しちゃったよっていうのと一緒で、日曜日に朝の6時から7時から夕方の3、ね、5時、4時ぐらいまでジャッジングするんですよ。できますか？まあね、それが仕事だろうって言ったらそれまでなんですけど、まあ、やっぱりそれはそれで、まあ、ある程度というか、まあ、好きじゃないとやれません。はい。なので、彼らはやっぱり選手をね、やっぱり一番見てますから、まあそういった選手を見て、そして運営を見てますね。はい。で、その狭間でやっぱりこう、いろいろね、思うことがあるとは思います。まあ、またね、今回、ジャッジの、ヘッドジャッジしてもらったね、愛知ののぼるさんっていうヘッドジャッジになってもらったんですけど、またね、ゆっくり話をしたいなと思ってますけれども、まあなんかこう、いろんなね、思いをね、僕も聞かせてもらって、ああ、なんかこう、僕がこう、普段こう、NSA について、まあ言ってることっていうのを、まあ少なからず、まあ理解はしてもらってるのかなとは思いますね。はい。ただやっぱり、団体として大きくなって、そしてこう、いろいろ利権だったりとか、まあこう、派閥等があると思うんでね。まあそういったところで、いろいろこう、中にいる人たちでももどかしい部分があるのかなと思いましたけど、まあ総じて言えるのは、まあ選手ファーストではないかなと、思いますね、運営側は。はい。前回僕が上げた動画に関しても、まあすごいコメントが来ておりまして、やっぱりね、まあ、今回宮崎のね、大会だったので、全日本は、まあ立地的なね、部分、僕もよく知ってるんです。宮崎の全日本出たことあるので。あそこね、すごい大変なんですよ、木崎浜って。で、僕はね、自転車持ってくぐらい、もう知ってる、まあ、自転車持ってかなきゃいけないなって思うぐらい、まあそこってきつい場所なんで、選手は本当にきついんですよ。で、選手に楽をさせてあげるのか、いや、選手だからしょうがないだろうって思うのかのこの違いね。まあ僕だったら、僕がもし本当に運営サイドだったら、まあ、選手が1台でも海岸に車を置けるようにしてあげたいなと思います。素直に。それができるできないとかじゃなくて、なんとかそこまでできないかなって思いますね。やっぱり、なんて言うんですかね。あの駐車場の距離もすごい距離なんですけど、本当に歩いて10分、15分ぐらいの距離を歩かないと波も見れないし、
試合会場の雰囲気もつかめないし、練習もできないし、まあ本当に何もできないんですよね。はい。まあそんなん当たり前だろうっていうね、千葉とか湘南のサーファーからすれば当たり前だろうって言われちゃうかもしれませんけど、まあそういうの慣れてないサーファーもいるんですよね。海沿いに車が止めれる、特にこう愛知とか静岡とかね、まあ北の方とかの人はみんなそうだと思いますけど、まあ海沿いに車が止めれるサーファーもいるので、そういう人からするとやっぱりこう過酷なんですよね。うん、まあ少なくとも選手のこと考えたら近い方がいいでしょっていう話になると思うんで、じゃあ荷物を置ける車を各支部ごと1台ずつ用意するとかね、うん、そういう風にするとか、何かそう改善、選手にとってメリットのあることを一つでも入れてみるとか、うん、まあ今回すごいコメントの量だったんで、まあ僕が感じていることはやっぱり同じように感じるのかなと思ったりとか、まあ今回ばかりはさすがに皆さんも腹が立ったんじゃないかなと思ったりはしますけど、まあそういった意味でもね、今回自分がこう運営側にガーッとこう携わらせてもらうと、余計こう NSA のね、への思いがあったりとか、まあ自分自身へのこうまた客観的に見なきゃいけない部分、まあ自分自身をこう客観的に見て NSA とこう対比してみてっていう部分も見えたりもするので、まあ、すごくいい経験に本当になりました。はい。結構コメントとかで運営やってみろよみたいな感じでまあ書いてありましたけど、まあ今回実際自分が携わらせてもらって、まあ本当に難しいことをしなきゃいけないっていうね、まあ重々それは分かってるんですね。ただそれの中でもね、まあどこまでこう自分の思いだったりとか、まあ目指すべき場所ですよね、まあやるからにはこうやっぱりしっかりやりたいっていうのがあったので、まあそこには少し近づけたかなというところです。はい。はい。まあそんな感じで刺身というね、フィッシュオンリーのイベントになりましたけれども、またね、動画とか写真とかね、少しこう僕のチャンネルでも出せれたらいいかなとは思いますけれども、ちょっとね、どんな風な感じでこう報告できるかは分かりませんけれども、まあ、一応ね、大会が終わって2日目、今日2日目なんですけど、まあその状況での僕の今心境でございます。はい。来年もですね、同じように豊橋の小島海岸でこのフィッシュの祭典をね、もうやるつもりで今年これから1年ね、計画していきますんで、また皆さんね、興味ある方、今回来れなくてね、うわー逃したなみたいな方はね、ぜひね来年来れるようにフィッシュ調整しといてください。はい。まあ、そんな感じで今日は終わりになります。それでは皆さんのサフィン、いってらっしゃい。うまい。